こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。岐、え、阜、ー、記念競輪、えー、最終日、12列決勝の予想をしたいと思います。はい、えー、ご覧の9人ですね。はい、えー、並びはですね、えー、っと、2社のラインが4つできて、えー、かつ短,短期の金子となっております。3年間の支持率を見ると、 えっと、竹内、地元竹内が一番人気で、えー、松浦、山崎と使います、えー、続きますね。えっ、ー、と、点と点の争いになるという予想ですね。えっ、ー、と、私の、あのー、予想ですね。えっ、ー、と、こちらですね。やはり、あのー、地元、岐阜ということでですね、竹内が優勝に燃えていると思います。 えっと、他にですね、まあ、和田も気になるんですが、基本的には、あの、そんな苦の,苦のなく剪定を取れると見て、持ち味を発揮できるとして本命にしました。で、えー、っと、相手の人は、まあ、金子なんかも考えたんですが、えー、っと、山、ま、松浦を挙げてみました。山崎より前に行って仕掛けるんじゃないかなと思いました。 で、あと、あの、準決勝、あの、いい、まくり足を見せた和田が、あの、穴目として面白いと、私は思います。はい。えー、っと、ここからは、もう少し詳しく見ていきたいと思います。12エースのニエタンのオッズですね。こちらがですね、えー、っと、 ちょっとあの変動があるんですが、やはりあの先ほど見た三連単のオッズと同様、竹内松浦山,山崎、まあ、特にまあたやや竹内が売れてるのかなという気はします。ただこのオッズ、あのかなりあの明日になると変動が多いようなので、 えー、お気をつけください。個人的にはですね、ま、あの、松浦や山崎が結構戦列、準決勝で戦列だったんで、もっと人気を集めると思います。はい。えー、というわけでですね、えー、っと、続いて展開的にはですね、やっぱり、 えっと、竹内のバック数が飛び抜けてますね。えっ、ー、と、2位の和田に大差をつけてます。ホーム数も同じような感じで、まあ、ホーム数であれば金子が5回ということなので、金子が比較的前々に攻めてるっていうのが、あのー、見受けられますね。スタートはですね、桑原が3、えー、3回で一応トップですね。9番車でも取ってきますからね。えー、っと、あとは、まあ、 中部勢が結構前取る、えー、と傾向にはあるんですけど、まあ前を取って突っ張っても竹内いいかもしれないですよね。ちょっと前取りは難しいな。金子が取るかもしれないし、えー、山鹿が取るかもしれないから、えー、っと、大月かもしれない、まあ。その辺はあんまり 考えない方がいいんじゃないかなと思います。まあちょっと竹内が前に取ったときに、あの他のラインがどう抑えにくるのか。やっぱりイン詰まると竹内不利ですからね。まあそうなったとき牽制して、まあ和田とか松浦を逃がしてとかいう。 ことを欲張っている、欲張るかもしれないですね。他のラインが。松浦も結構最近積極的なんですよね。準決勝も見ましたが、もう、ホームぐらいから仕掛けてる。もう、もう、あの、まくり追い込みっていうよりは、まくり、かましっていうようなタイプ、積極性が増してるような、 気はしますね。で、クワハラもよく離れながらも必死についてきましたので、ね、まあ、あのレース湿地とか、えー、っと、結構、あのー、阻む選手がいても良かったとは思うんですが、それがなかったのをク原ハラには幸いしました。まあ、気迫がこもったレースだったと思います。で、えー 山崎は、えっと、後方で結構厳しかったですけど、あの大木屋時代のスピードっていうのが、ほうふさせるレース。上がりタイムを11秒0でしたよね。初日、あの竹内まくって特選勝ってるんですが、その時も11秒0で、これはあの一緒ですね。スピード的には2人とも互角で、 まあ、積極性が勝る分、竹内が、あの、組み立てやすい。まあ、もっとも竹内はですね、幕に回ると脆いとこがあるんで、まあ、特選はうまくいったんですが、決勝戦に関しては、やっぱり先手取ることを中心に組み立てていきたいと思います。で、ここで、あの、竹内を、やや気になったのが和田まくるなんですよね。 えっと全日本選抜だったかな、えーっと、どこのレースだったかな、結構積極的にかけ,かけて結果を出してきてるんですよね4。4コーナーまで持ったり、これがだんだん構造距離が伸びたりすると、和田はもっと力をつけるんじゃないかなということで、結構積極策を意識してる競争は、竹内にとっては気になるとこちょっと ちょっと気になるところ,と,ころというかまあ私自身はちょっと気になるところではありますよね。まあ、山賀に刺された分あの仕掛け方をどうしていくのかっていうのは気になるところなんですがだから和田が先行した山賀なんかもあの面白いかもしれないですよね。まあ 私は、でも、あの、竹内、先手と思っておます。えっと、和田はですね、えっと、どういう成績かなここ近況。まあ、なかなか、あの、積極的にはいってるんだけど、っていうのはありますね。まあ、バック取ってないのか。今回祭は。のえっと、岩木平の最終日って何だったんだろうな、という。 感じですが。まあ、でも、準決勝のまくり良かったですからね。なので、えー、っと、和田、面白いんじゃないかなと思います。あくまで本命は竹内です。まあ、地元ということもあって、坂口はですね、えー、っと、金子あたり、金子とか松浦、 ま、山崎もあるかもしれないな。あたりが、え、番手を狙ってくる可能性もあるんで、まず、離れないでついていくこと。あと、竹内、鎌市のスピードは鋭いですからね。そこで離れる可能性もあるということで、ま、追走して、なんとか4コーナーまでは持たせることを、 あの、重、重点に上げると思います。まあ、坂口も、あの、準決勝は、後ろから突っ込んできたのは、なかなか良かったんですけど、やっぱり、えっと、連帯が一回もないということが、やっぱり、気になりますよね。やっぱ、足的には他の8人をも下回るんじゃないかなという気はします。 えっと、そしてですね、えー、っと、松浦が相手筆頭なんですが、まあ山崎、山崎もいるんですけど、松浦の意識としては山崎のスピードを見てますから、山崎よりは前に行ったいというのは意識づけるでしょう。まあ、それをすると足を使うっていうのはあるんですけど、山崎よりは、あの、前にいるんじゃないかなと、 いう目論みでやっぱり松浦が松浦山崎は松浦に見られるんじゃないかなっていうのはすごく気になりますよねなんで山崎はそんなにあのー、私自身は目を見ないんじゃないかなと思ってますオッツはそんなに低くはないんですけど個人的には松浦の方が安定度が いいんじゃないかなという気がします。で、金子なんですけど、まあ、先攻の3番手にいるか、もしかしたら坂、あの坂口の同行次第では番手を狙ってくるかもしれません。もっと番手を取ったところで、その時点で相当足使ってますからね。 4コーナー、えの、まあ、松、坂口なんかもそうなんですけど、お釣りが残っているか、と言ったら、ちょっとそれは考えどころ。むしろ、あの、和田の方が、まくりのスピード、結構粘り強かったですからね、ロングまくりは。和田の方が面白いんじゃないかなと思います。何か3連単のシーツは最低人気なんですけど、 逆に、あの、面白い。逆に、妙味がありますよね。えー、一応、竹内和田、一音で2社間が40倍ついてました。そういう意味でも、あの、おえー、っと、和田に私は注目しています。というわけで、えー、っと、目はご覧の通り、えー、っと、竹内松浦の裏表、一応、裏は返しておきます。 えっと、こちら、相手は、あの、ま、まずは、やはり、桑原ですね。松浦追走ですから。それから、まくってくる山崎。えー、っと、これもまくってくる和田。えー、っと、行為を取った時の金子。一応、あの、番手。番手で頑張る坂口ですかね。 まあ、松浦が竹内を番手にはまっている可能性もあるんで、そういう場合に坂口は厳しいのかなとは思うんですけど、1、6、2で並んでくれば、あまあ、9にもかわされるかな、6番は。9とか5とか4とか7にかわされるかな。まあ、ただやっぱり、 1>, 1位に対してはラインですからね。えっ、ー、と、外せないですね。で、えっ、ー、と、それから竹内と和田。和田も足がいいんで、折り返しは必要だと思います。えー、4位値で、何倍ついてたっけな ?90 倍ぐらいだったっけな。あ、39.7倍か。意外と低い。ですよね。まあ、ただこれは、あの、明日になると。 変動してくる可能性があるんで、もうちょっと上がってくるんじゃないかなと個人的には思います。えっ、ー、と、その三着の三連単の三着としては、やはり山がですねラ、ラインですので、それからもう松浦。えっ、ー、と、一応和田の場合は番手をするあの攻めに行くことはないんじゃないかなと思って、坂口の順位を引き上げました。 それからあの山崎と金子ですね。うん基本的にはですね、えー、っと、点と点の争いになって、その中でも、あの、選定を取りやすい竹内が、まあ、中心になるんじゃないかな、と、えー、思います。はい、えー、ご視聴いただきありがとうございました。えー、っと、岐阜記念の最終日の 決勝戦の予想をお送りいたしました。はい、えー。ご覧の画面ですね、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。えー、お時間ありましたらご覧いただければ嬉しいです。また、チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いいたします。ゲーム動画でいこうでした。ありがとうございました。